ヴィッセル神戸の皆さん、25周年おめでとうございます。相馬貴人です。在籍当時の思い出、6年半、在籍していたので、本当にいい年も悪い年も、いろんなことを経験しましたが、自分がいる時にもやっぱアジアチャンピオンズリーグに行くっていう目標、 J リーグで優勝するっていう目標を、どうにか成し遂げたかったなっていうのは今でも思います。神戸の街の印象、辞めてからも神戸に、ずっと住んでいるので、三宮とかでたまに見かけることもあるかもしれないので、また会った時は声かけてください。よろしくお願いします。